今日やってきたのは岡谷市にあります蕎麦秋篠の、こちら住宅の玄関でしょうか。入り口ではないんですね。店舗の入り口はここから先一段低いところになっています。ここにはメニューの紹介があったりして、その先一段下の段へ降りていきます。そうするとね、見えてきましたね、秋篠っていう看板と、それから目の前に見える小屋は喫煙所、非常に綺麗に整えられていました。石畳のアプローチを進みます。風情があるそして店の玄関へ到着です。メニューに目を通しますよ。いろいろメニューありました。冷たいそばから温かいそば、この花巻っていうのもちょっと気になります。それからこちら非常に和食に力入れてるそうで、懐石のコースなんていうのもいろいろありましたよ。そば三昧ですとか、それから今日お邪魔したのは冬だったので、冬限定のあったか三昧っていうのもありまして、とても気になります。これもアルコールの種類も結構充実してて、ワインもラインナップいろいろあったんですけれども、ワインの醸造しているところってワインバレーっていうんですね。知らなかったな。これ地酒も充実、岡谷、それから諏訪地方、いろんな地酒がありました。お蕎麦が来る間、出てきたお通しの昆布の煮物と蕎麦茶でいくぶです。これが店内です。これ玄関で靴を脱いで上がるようになってるんです。フローリングがとても気持ちよかった。このバーカウンターみたいになってるところで一杯飲みながら夜来てそば食べたいな。今日注文したのはかき揚げ天ざる。いつものようにそばだけで行ってみますよ。香り、喉越し、完璧。これおつゆつけてないのに、どんどん喉の奥に入っていくんです。このかき揚げの迫力、映像で伝わりますか。熱々でね、本当に美味しかったな、このかき揚げ。これエビとネギがメインのかき揚げなんですけれども、エビも本当にプリプリで甘みがあってめちゃくちゃうまかったですよ。塩で食べてくださいということで塩で食べたんですけども、それじゃあそば、つゆにつけて食べましょう。出ました、本格お蕎麦屋さんのそばつゆです。カツオの出汁が本当にしっかりと効いててめちゃくちゃうまかったですよ。このかき揚げの揚げ方も絶妙じゃないですか。このずっとパリッっていうその食感が最後まで残ってるんですね。これ家庭でこのかき揚げ作るのは絶対無理だ。思わず出ちゃいました、グッドアクション。それでは付け合わせのネギとわさびを入れて味変にそろそろ移っていきましょう。ちょっと一口飲んだんですけれども、全然しょっぱくなくて美味しかったですよ。これまた味にパンチが効いて、これどんどんいけちゃうパターンのやつだ。このお店、岡谷にあります秋篠というお蕎麦屋さんなんですが、 Google の口コミなんか見てると、とにかくかき揚げ食べろ、めちゃくちゃうまいぞみたいなことがたくさん書いてありました。もちろんそばもめちゃくちゃ美味しいんですけれども、かき揚げも非常に有名だそうです。
こちらのお蕎麦屋さん、岡谷昭志の岡谷市内にあります路地裏の中にあります。住宅街の中を入っていくんですけれど、大きい車だととても入りにくいんです。だけどこのように広い店内、そしておしゃれなお店、店、もう本当に絶対1回は行く価値あるかなって、そういうお店です。ちなみに私は1回だけじゃなくてもう1回絶対行くぞっていう感じですけど、かき揚げのアップ画像遅れました。今頃すみません。これ全部塩で召し上がってくださいということで食べてるんですけども、美味しかったな。これプリプリ、最後までパリッパリプリプリですよ。お蕎麦一盛り目、終わりに近づいてきました。重ね変更の二皿目、こちらまたお蕎麦だけでいただいて、やっぱりうまい。蕎麦湯はこうして漆器の入れ物で出していただきました。めちゃくちゃうまかったですよ。サラサラと飲めちゃいました。本日もごちそうさまでした。